オランダ領インド航空は、オランダの植民地のオランダ領東、インドに存在していた航空会社、バンドン空港における発便就航。乗員、乗客、地上係員ともに白人のみで、インドネシア人の姿は見えないバンダルマシンへの発便、就航オランダ軍を放築し、ジャワ島内を進軍する日本軍1928年7月16日に、オランダが、 植民地として支配していた、オランダ領東インドのオランダ人投資からにより、オランダ領東インドのフラッグキャリアとして設立された。本社は、総主国のオランダのアムステルダムに置かれた。同年11月1日に、バタビア・バンドン、バタビア・スマラン路線の運行を、フォッカー F12 型機で開始した。その後パレンバニア・メダン、デンパサールやバリク・パパン、バンジャルマシンなど、 オランダ領東、インド域内へ路線網を広げ、オランダによるオランダ領東インドの植民地支配の道具として機能することとなる。なお、当時宗主国のオランダがオランダ領東、インド植民地支配するにおいて、インドネシア人への高等教育を制限したほか、現地管理へ登用しないなど徹底して、インドネシア人を差別する政策を取ったことを受け、 操縦士や整備士などの主要な社員はすべてオランダ人で固められており、インドネシア人は荷物の運搬などの単純作業しか担当させられていなかった。また乗客もオランダ人をはじめとする白人のみであった。1933年には初の国際線としてイギリスの海峡植民地のシンガポールへの運行を開始し、 その後1938年7月3日には、ダーウィンなど複数拠点を経由して、オーストラリアのシドニーへの運行を開始した。なお総主国のオランダへのビムは運行しておらず、KLM オランダ航空が、南回り、ヨーロッパ線で運行していた路線に、シンガポールで接続した。その後も、太陽国のバンコクや、アメリカの植民地であるフィリピンのマニュラ、 フランス領インドシナのサイゴンなどへチャーター便を含む国際線を広げた。なお、マニラ線はパンアメリカン航空のサンフランシスコ線へ接続した。また、1940年にはドイツ軍のオランダ進行に伴い、KLM オランダ航空への納入が不可能になったダグラス DC-5 を代わりに納入してもらい、世界でも数少ない同期のオペレーターとなった。 その後1940年5月15日にドイツの侵攻を受けて宗主国のオランダは降伏し王室や政府首脳人などはイギリスへ逃亡しロンドンで亡命政府を創設した。以後第二次世界大戦終結までオランダ本国はドイツの占領下に置かれた。一方オランダ本国が降伏した後もオランダ領東インドにおいては オランダ亡命政府参加となった在東インド植民地軍のオランダ人による植民地統治が続いていた。しかし1941年12月7日に大日本帝国との間に開戦し、1942年3月1日には上陸した日本軍との10日ほどの戦闘の後に在東インド植民地軍は全面降伏した。これを受けて、 オランダ領インド航空のオランダ人社員と所有機の多くはオランダと同じ連合国であるオーストラリアへと逃亡した。しかしダグラス DC-2 やダグラス DC-5 のいくつかは逃亡することができず日本軍に露革されその後日本軍により現地で輸送機として使用されたほか日本本土に移送され戦利品として展示された。なお、オーストラリアへ逃げた。 オランダ領インド航空のダグラス DC-3 のうち1機は日本軍によるブルーム空襲の際に日本海軍の零式艦上戦闘機により撃墜された。残るダグラス DC-2 やダグラス DC-3、ダグラス DC-5 やデハビランド DH-89 ドラゴンラピードなどは同年5月にオーストラリア軍に編入されたほか、 同盟国のアメリカ軍へ売却された。独立宣言を行うスカルノーとハッタマカッサル空港に中期する、KLM のダグラス DC-3 型機その後1945年8月15日に、オランダの植民地下に置かれていた東、インドから、オランダ軍を放逐した日本が、第二次世界大戦に敗北した。その2日後の8月17日には、 日本軍のオランダ領東、インドへの侵攻の前に、オランダ軍によって捕らえられていたものの日本軍によって解放され、その後に日本からの協力と支援を受けて、独立の準備を進めていた、民族主義運動活動家のスカルノとモハマッドハッタが、民族の名において、インドネシアの独立を宣言した。しかし、第二次世界大戦の戦勝国となったオランダは、 その独立を認めず、帝国主義仲間のイギリスや、その支配下にあるオーストラリアの協力の下で、インドネシアへの植民地支配を復活させようとしたが、スカルノや、ハッタラを指導者とした、民族主義運動活動勢力との武力衝突が、頻発した。その後これらの武力衝突はインドネシア独立、戦争となり、本格的な戦争となった。 このような状況下であったものの、インドネシアへの植民地支配を規制事実化させる目的もあり、オランダ政府は、オランダ領インド航空の域内路線の運行を、オランダ領インド政府航空の協力の元再開させた。さらに1946年9月には、ニガーからリ,リースした、ダグラス DC-4 で、バタビアホノルルロサンゼルス便の運行を開始した。 しかし、ロサンゼルス便は、採算が取れずに数ヶ月で廃止された上に、インドネシア独立戦争の影響で、いきなり路線の運行も、ままならなくなったために、資金難に陥った、オランダ領インド航空は、1947年8月1日に、運行を停止した。その後路線網や、所有機は、KLM オランダ航空に移管されたものの、第二次世界大戦により、 国力が疲弊しきっていたオランダは、もはや遠く離れた、植民地を維持するだけの国力を持ち合わせて、いなかっただけでなく、植民地支配を行う、大義名分も失い独立戦争に敗北し、1949年12月27日を、もって、インドネシアから撤収した。オランダの撤収後、それまで、KLM オランダ航空が運航していた、インドネシア行き内路線や、 国際線は新たにインドネシアのフラッグキャリアとなったガルーダインドネシア航空に引き継がれた。パレンバン近郊に墜落した DC-3 型機。ありがとうございます。